ヨークシャーテリアは小型の愛外犬の一つ。しばしば、ヨーキーと呼ばれる。19世紀中頃、イギリスのヨークシャー地方の工業地帯の労働者の家屋を荒らすネズミを捕まえるために、間接狩猟犬として作出された。1862年に、ブロークンヘアードスコッチオはヨークシャーテリアと命名されたが、長すぎたためヨークシャーテリアと呼ばれるようになった。 1886年にイギリスのケネルクラブで公認された比較的新しい犬種である。賢く有望だが一匹では寂しがる。1800年代後半にアメリカ初上陸する。かつてはオーストラリアンテリアやオーストラリアンシルキー、テリアと混同され、1932年にこれら3犬種の交配が禁止されるまで統一されたスタンダード種は確立されなかった。 ジャパンケネルクラブが公認する犬種の中ではチワーに次ぐ小型な犬種であり、成長しても2から3キログラム程度にしかならない答えが多い。本犬種はマンチェスターテリア、スカイテリア、全滅種であるクライズデールテリア、マルチーズなど様々な犬種を後輩改良したもので、犬種の歴史が浅く血統が不安定、など、種々の要因で、 しばしば7キログラム程度までの大きな個体も見られる。不死で2キログラム未満と3 1キログラム以上は認可されない。平均身長2 8トルで、オア本来は長いが多くは、生後間もなく3センチメートル程度に断をされる。子犬幼い頃の体毛はブラックタンだが成長するにつれ、スチールブルーやゴールド、シルバーなど毛色が7回ほど変化すること。 その美しい絹のような毛質から動く宝石とも称される。紐が地面まで届くフルコートがスタンダードである。日常生活では紐の擦り切れを防止するために毛先を紙で包んでまとめるラッピングも多用され、ショーの出場なども意識しない、家庭券は短く刈り込んだサマーカットも多い。JKC による日本国内の登録件数調査で 1970年代から1位では、内が3から6位程度を維持する、流行の影響が少ない人気犬種である。多くの小型犬に共通するが、室外骨脱臼、水頭症、糖尿病、器官許脱がよく見られる。求める際は、遺伝病の有無を血糖で確認すると良い。先天的に骨が弱い個体が多く、特に下肢に休形が見られる場合がある。虫は、 刺繍病になりやすく講習がある。ありがとうございます。